櫻井よしこです。ロシアのウクライナ侵略で分かった一番重要なことは、大国アメリカが核の脅しに屈する国だったという姿を世界に見せたことです。今夜はこの核の問題について2人の専門家と共にお話をしていきます。早速ご紹介いたしましょう。元統合幕僚長の河野克俊さんです。どうぞよろしくお願いします。もう一方は防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お話をする前にちょっと今日の目次をご紹介させてください。今申し上げましたアメリカは核の脅しに屈する国だったと、このことの意味、そしてザポリージャ原発の核汚染は起きるのか、これロシアですね。で、中国は核使用を言ってますけども信用できるのか、それから中国の核戦略はバラバラなのが特徴ですということで分析をいたします。で、日本はこの時代生き延びるために核と通常兵器の統合政策を作るのが良いという、こんな流れで参りたいというふうに思うんですけれども、私はですね、はい、やっぱりロシアは核を使うということはないと思ってるんですよ。というのは、今この人類の歴史において長崎以降は核が使った試しはないわけですよね。はい、そうですね。プーチンは今戦争を遂行してるわけですよね。ですから核を使うことによってどういう展開になるかということが計算できてればやると思うんですよ。計算できれば。でもおそらく核を使うことによってどういう展開になるかが、プーチンだって確証がないし分かんないんだと思うんですよ。どういうことになるかが。誰も想像できないですよね。誰も想像できないんですか。できない。軍事の専門家の皆さんも。いやどういう展開になるかですよ。世界が変わっちゃうので核兵器が使われる。本当に核の応酬に最後まで究極に行くのか。そこちょっともうちょっと具体的に話。プーチンが核使うことによってもやっぱり一線乗り越えるわけですよね。それに対してアメリカはどう出るかで、アメリカが報復をするで、これがどういう展開になってどう世界に最終的な究極まで行くのかですよ。どっかの持って妥協ができるのか、あるいはどこで止めるのかなんてことは分かんないですよ。誰も計算できないと思います。今の段階では。どうですか。そうだと思いますね。つまり核兵器のタブーってやっぱあって、その朝鮮戦争だろうとベトナム戦争だろうとソ連のアフガン侵攻だろうと核は使わないっていう中で戦ってきたわけですよ。で、負けてきた、負けた側もいるわけです。ところが核のタブーが破れると、つまり3回目の核が使われると、じゃあ4回目の核使いますよね、その3回目4回目の核兵器が使われた後の世界がどうなるかっていうのは、いくつかのシナリオは描けますけど、今どっちに向かうかというのはなかなか言えない、全く言えないですよね。で、あとはこの SNS 計算できないと思います。誰も。あとこの SNS の時代ですから、その爆発の惨状ってもうあっという間に世界に広がるわけですよ。そうですね。で、それがどういうインパクトをもたらすのか、つまりすぐに打ち返せっていう人も言うでしょうし、いやこんなんだったら戦争やめた方がいいっていう人も出てくるかもしれない。だからそのあたりはもう完全になってみないとわからないって世界。で、私はやっぱり使えば、それはもうここでアメリカが黙ってれば、もうこれはもう完全な敗北ですよね。だからアメリカは使うだろうと、でそこでどういう応酬になり、最終的に戦略核まで行くのかとかですね。なるほど。それっておそらく誰も予測がつかないと思うんですよ。だからプーチンがその計算がちゃんと通常兵器だったらこれを使えばどこら辺に回って、それは計算できるんですよね。でも核の場合は今まで経験がないわけ、人類は、この核の応酬というのは。だからここはプーチンも決断できないと思う。使うことについて。高橋さんも同じような。その後のシナリオの議論は専門家の中ではいろいろあって、つまり使われ方によりますね。その戦場で使うのか都市に対して使うのかによっても全然変わってくると思いますけど、ただアメリカにとっての問題は、つまりウクライナに対して核兵器が使われたとすると、でアメリカが核を打ち返すとした時の相手というのは基本的にはウクライナの中にいるロシア軍に対してであろうと。でウクライナに撃つのということになるわけですよ。ですからそれはウクライナに2回の核攻撃されることになるので、そう考えるとアメリカとしては核を打ち返すってオプションはなかなか取れない。よってやるならば通常戦力による介入ということになるのであろうというのが基本的な相場感です。アメリカがロシア本土に撃つってことはありえない。そうするとそのアメリカ本土に打ち返される可能性があって、米ロ全面核戦争になりますから。なるほど、まあ、そこはだからそこでバイデン大統領が決めることなんです。バイデン大統領が決めることなんですけど、今一応そのリーズナブルシナリオ、リーズナブルに予測できるシナリオとしては、そこは一番可能性の高いシナリオとしては除外されていく。なるほど。で、問題はゼレンスキー大統領が、はい、そのウクライナで核兵器を使ってもいいから核兵器を使ってほしいということをバイデン大統領に伝えたとき、伝えた場合には、まだ伝えていないですね。もちろんそれだからどういう形で使われるかによって全然変わってきますから。で、核兵器っていうのも最高指導者の兵器なんで、はい、軍人の兵器じゃないですから。まあ、私は今後中長期的に米中対立が続くと思うんですよね。米中対立、はい、でそれで中国側の最終的に狙っている、図柄はアメリカの影響力をアジアから排除することだと思うんですよ。まあ、だからそういう意味では太平洋二分論でありましたよね。ありました。で、東側はアメリカで結構ですけど、西側はこちらと、まあ、だから戦前の日本の大東亜共栄圏と同じような形ですよ。で、とにかくアメリカを排除するということが最終的な中長期的な米中対立で中国が狙っているところだと思う。で、そのためには台湾問題は解決しとかないかんわけですよ。うん、あそこにアメリカの影響力がある台湾がいるということは、喉元に合い口を刺されてるのと一緒なので、中国としては、はい、だからアメリカと戦えないわけですよ、うん、台湾がままだったら。だからその前に解決しとけなくちゃいけないと。うん、でそういう観点からいくと、やはり台湾は台湾問題だけ軍事的な手段を使うんであれば軍事的併合。で今回ウクライナ戦争を見て、まず長期戦になったらまずいなと思ってると思うんですよ。だから短期で一気にやれることをいろいろ考えてると思うんですよね。でそれと先ほど申し上げた通り、今回見事ロシアはアメリカの軍事介入を阻止したわけですから、まあ、やり方によっては中国だってこれは阻止できるじゃないかと。でそのためには核兵器だと。だからまあ今核兵器の増強を今進めているのは、そういったこともあるんだろうと思うんですよね。高橋さんね、中国は本当にすごい賢い、まあ、変な言い方ですけども頭のいい国ですよね。よく見ていて相手の失敗を研究して、例えばアメリカの湾岸戦争の時のアメリカの戦力というのをものすごく研究して、自分たちもアメリカに追いつこうとしてものすごくこの精密兵器とかを研究したわけですよね。うん、今回はいかにしたら負けないか、いかにしたら勝てるか、その下手を打ったプーチンの戦略から、もしくはその下手を打ったプーチンに対して下手を打ったアメリカのやり方から学んでると思うんですが、どういったところを彼ら学んでると思いますか？いろんな学び方が想定されるんですよね。うん、でちょうど今週、中ロを含む研究者との会議があって、アメリカでやったんですけど、私はちょっと中ロを含む研究、日米中ロ韓国で、本当は北朝鮮も入ってるんですけど、大体来てくれないんですが、聞いてよければ中国からどんな人が来るんですか？中国は大学の先生ですかね。でただよく英語でディスカッションするような対外要因ですけど、なんていうんですかね、時々彼らの視点に接するのもそれはそれで頭が柔らかくなっていいなと私は思ってるんですが、彼らの今の見方はアメリカが中国を追い込んで紛争に台湾で戦わせようとしてるみたいな見方をしている人が多いようで。だからそこの論理の展開がロシアと中国同じなんですね。自分たちのことは棚に上げて相手が悪いと、私たちはもう本当にアメリカに頼りっきりなわけですけども、中国がこれからもこの核をどんどん作っていくというふうに思うんです。さっきもあれしました、これがアメリカの予測なんですけども、2020年に中国はこのくらい核作るだろうという推計してて、21年にはこのくらいに増えてしまって、今度22年にはもう 1,500 発いくだろうと、これはアメリカ国防総省ですけども、予想をはるかにどんどん上塗りしていかなければならないくらいの中国の核の増産で、これは 1,500 発で止まるわけがないですよね。そうすると、アメリカは今 5,500 発ぐらいあっても、ロシアも 6,000 何百発あっても、配備したのは 1,500 発ぐらいずつで、中国はそれにも追いついちゃう。でアメリカはもう両方、中国とロシア両方に対峙しなきゃいけないとなると、中国はものすごく強気になりますね。中国のこの増産の根拠というか背景には2026年7年に稼働を始める高速増殖炉があるんですね。あ、なるほど。でその高速増殖炉が稼働すると1年あたり100発の生産が可能になるということで、だから2030年が1000発で2035年が1500なんですよ。なるほど。でそこから先の予想はまだ出されてませんけれども、年産100発ということであれば2040年には2000発になるわけですね。はい、でそうなった時にはもう米中あるいは米中ロの核のバランスは大きく変わってくると。で一方で現在であればまだ数百発なので、なんていうんですかね、やっぱり一桁違う状況にあって、だから台湾海峡有事がそのどのタイミングで起こるかによって、その中国側の核の使い方というのは見せ方ですね、見せ方はおそらく変わってくる。そのまだ一桁違う状況だと核による威嚇っていうのはなかなかやっても倍返しされるみたいな世界があるでしょうし、皆様ご存知ですか？もう今週の出来事という特別番組が始まっています。なぜこの番組をするようになったのか、私自身の経験に照らせば、私昔は全然ニュースのことわからなかった。でも本当にいろいろ読んで、ニュースの何て言うんでしょうか、内実が分かるに従って世の中のことが本当に見えてくるようになりました。そのための今週の出来事です。皆さんも共有してください。毎週土曜日ホームページで言論テレビの会員の皆様に配信しています。ご覧くださいね。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度、もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。そうです。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、もう最も深刻な問題を突きつけられている。そうです。その時に問われるのは、私たちがこの国をどのような国にするのか、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか、一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、櫻井キャスターの「君の一歩が明日を変える」と、花田編集長の「右向け右」の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに櫻井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。櫻井よしこと共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、櫻井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。櫻井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、しかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書公開したらいいじゃないの、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よしこの君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。